今や世間全体が調査兵団の人類の勝利に向けて沸き立っていた。迫るウォールマリア奪還作戦に向け兵員を募ると、瞬く間に数多くの兵が調査兵団に加わる。そしていよいよ作戦の決行を2日後に控えた夜、ウォールマリア奪還の前祝いとして肉が振る舞われ、兵士たちは短くも平和なひとときを過ごした。ウォールマリアを取り戻して敵を全部倒したら、また戻れるの？あの時に戻すんだよ。でももう全部は帰ってこねえ。ツケを払ってもらわねえとな。それだけじゃないよ、海だ。商人が一生かけても取り尽くせないほど巨大な潮の湖がある。炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。ああ、そうだったな。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。しょうがねえ、そりゃ実際見るしかねえな。約束だからね、絶対だよ。ウォールマリアを取り返してくれ。人類の未来を任せたぞ。うわー、任せろウォールマリア最終奪還作戦開始。進め。まずい、陣形の中に巨人が入り込んでる。急いで討伐しないと陣形が崩されるぞ。出た！連続で入ってきた新兵も多い。陣形が完全に機能すると思わない方がいい。ここで陣形が崩壊したら志願しなくへたどり着くこともできなくなる。救援要請の深淵弾があんなに。みんな苦戦してるんだ、急いで助けないと。負けるもんか。助けて、巨人に狙われてるの。さっきまで深淵弾が不発で救援も呼べなくて。どうした？ありがとう、頼もしいな。新兵の技量じゃ耐えられない。早く救援しないと。僕も行くよ。よろしく。俺も行くぞ。やるぞ。やるぞ。飛行士が出てみんな食われちまった。俺怖くて何もできなくて。すまない、死なずに済んだよ。頼んだよ。分かったよ。よろしく。了解だ。負けるもんか。頼んだよ。
これじゃ無理なのか。おい、弱音を吐いてる暇はねえぞ。しっかり仕事しやがれ。